で、今回、減税って、やっぱあれね、増税クソメガネって言われたのが相当ショックだったみたいですね。いや、増税クソって書いてなかったと思いますよ。増税メガネじゃないですか。増税クソ。これね、新潮かなんかに、増税クソメガネって書いてたんですよ。クソがついてた。ひどいな。ついに。岸田文雄さん、和也くん、こんばんは、首相ですと。オフ会楽しかったねと。いましたか？和田くん、私は増税クソメガネと言われて傷ついたよと。これは視力が悪い人への国民によるハラスメントだね。しかし私はメガネを外さないよ。レーシックでもして増税クソレーシックと言われるだけだからねと。首相の一本気は不屈だからね。なるほど。レーシックって言われ、クソレーシックって言われるからだと。なるほどレーね。シック、ただの手術だから関そう係そないじゃん。う、増税クソレーシックって笑うな。野党の経済対策、減税全面、与党も同調で、社保改革棚上げと日経新聞が報じています。野党は政府が10月末に策定する経済対策の対案作りを急ぐ。物価高などに対応する所得税やガソリン税の軽減を前面に打ち出す。岸田首相の減税発言を受けて、与党内でも減税案が浮上しており、社会保障や財政の持続可能性を高める改革は棚上げの懸念が高まる。野党第一党の立憲民主党はガソリン税の一部を減税して1リットル当たり25円ほど安くする、トリガー条項の凍結解除を訴える。それ国民がずっと言ってましたよね、国民民主党そうでが。す。家計支援策となる直接給付も検討しており、党内の議論を進めるということですね。立民はこれまで減税を強調してこなかった首相が経済対策の策定指示にあたって減税に言及したことを選挙目当てだと批判すると。それはその通りなんですよね。そうです。選挙目当てで急に減税っていう。岸田さんはもともと増税を言って総理大臣になった人ですから、まあ、金融金融所得所得増税。課税とかすると、もっと増税すると言ってた人ですからね。それが急に取ってつけたように、まあ、今年の1月に、まあ、子育て支援、その異次元のをやるっていう、少子化対策をやるっていう、あれも急に出てきたんですよね。何にも言ってなかったのに、正月明けたら急に言い出しちゃって。で、今回、議員税って、やっぱあれね、増税クソメガネって言われたのが相当ショックだったみたいですね。いや、増税クソって書いてなかったと思います。増税メガネじゃないですか。増税クソ。これね、新潮かなんかに、増税クソメガネって書いてたんですよ。クソがついてた。ひどいな。ついに。なので、増税メガネはすごいんですけど、増税クソメガネまで来ちゃってたんですよね。それも、なんていうか、社会の流れに逆行してますよね、そそうので発言というのは。す。なんていうか、その特徴を貶めていくっていう。確かに、そうですよね。これは凄まじいですね。そうでで、す。日本維新の会は、所得税や消費税、法人税の減税メニューを揃える方向だ。税と社会保障、労働市場などをパッケージで改革すると、主張しているということですね。国民民主党は11日、国会内で両院議員総会を開き、減税を柱に据えた経済対策を決定する。所得が増えて累進課税の税率区分が上がることによって、税負担が重くなるブラケットクリープ現象を解消する所得税減税を盛り込む。消費税率を 5% に下げて単一税制とし、インボイス制度の必要がなくなる措置も入れる。首相に採用を申し入れるべく、自民、公明両党との政策協議の開催を探るということですね。まあ、こういうなんか減税の議論が増えてくっていうのはいいことなんじゃないかなと。そうでだってす今までこんなのなかったですよね。はい、大バーゲン。減税を競い合ってるっていう。いや、まず最初にこの話しろよと言いたかったですよね、ずっと。だって30年不況で日本人の手取りはずっと減ってきて、で、所得を上げろとか言ってるんですけど、いや、お前ら国が取るなよ、まずと。そう、景気良くするために、所得を上げろとか言ってる場合じゃなくて、まずこの30年間取り続けたわけですよ。そうですね。税金は上がるし、で、途中で社会保障の方のね、お金もやりだしちゃったわけで、国民負担率自体上がってるわけですよ。そうです手取りはね。ずーっと減ってて、それで給料上げろとか言って、いやいや、お前らが取りすぎたから、弾みができなくなったんだよと。
そう、なんか岸田総理とか、うん、まあ、その自民党幹部とか、はい、まあ、今年あの税収が多かったっていうじゃないですか、うん、だから還元をみたいな、はい、だから要は取りすぎてたわけですね。そう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 、取りすぎたんだよ、うん、本当に過去最大の税収上げてるわけですから、うん、だからそれをまた給付みたいな話は変な話で、うん、そう、だから納めてる人には還元されないわけですよ、うん、そう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 、たくさん納めてる人には還元されなくて、いや、そこです、はい、でなんかそのまた低所得者、うん、世帯にみたいなことになると、はい、まあ、多分高齢者がメインになってくるから、そういうところにばらまいて、はい、票を入れてもらおうっていう選挙対策でしかないんですよ、はい、っていうのがやっぱ腹立つので、うん、まあ、やっぱもう一律的に、はい、まあ、これっていうかもうパッケージとしても全体的に改革を進めていくべきなんじゃないかなと、うん、はい、だから理想としてはこの国民民主党が言ってたような、うん、あの話だと思うんですけど、はい、もうこの税消費税率を 5% に下げて、うん、単一税制、はい、そして、まあ、インボイス制度の必要がなくなる措置も入れたり、うん、はい、だとか、まあ、その所得税に関しても、はい、まあ、調整をしていくというのが重要ですよね、まあ、あとはあの社会保障を削っていくっていう、うん、はい、政治家には言いにくい部分をしっかり切り込んでいかないといけないんじゃないかなというところですよね、はい、いやーなんか揉めそうですね、うん、結局なんか中途半端な感じで終わってしまいそうな感じがあるんですけど、はい、あの立憲の泉代表がですね、こういうことも言ってるんですね。これ朝日新聞の記事なんですけど、はい、立憲泉代表、減税減税と急に叫ぶのは無責任、即効性がないと、減税減税と急に叫び始めるのは無責任、即効性がない政策で、それが経済対策というのは少し不思議、現下の生活を支える施策という意味では減税では間に合わないんだということを言ってると、はあ、ただなんかあのこの朝日の記事に、うん、泉さんが X であの注意を促していて、朝日新聞記事の見出しにつられぬようご注意くださいと、うん、私の発言は増税を言っていた与党が選挙前に急に減税減税というのはおかしい、そして所得減税だとしたら、はい、実際には来年になる話で即効性はない、法人減税では国民への恩恵は薄いという発言ですと、うん、まあ、それは確かになと、はい、いうところでありますよね、うん、だって今までねそんな減税減税言ってなかったのに、はい、選挙対策で人気取りのために急に与党自民党が、はい、減税減税と言い始めたっていうだけなので、はい、うん、まあそうだなと、ただこの即効性はないっていうのは、うん、もうやれよっていう感じですよね、これずっと言ってるじゃないですか、そうです、もう何年も前から、あの消費減税してもとか、はい、所得減税しても、はい、即効性がないから給付なんだみたいな話するじゃないですか、はい、反対の理由として、うん、だけどそんな何年もあるんだから作れましたよね制度は、そうです、だからそういうその例えば法律作って、うん、経済状況が悪くなったらすぐ発動できるような仕組みにしておけば、はい、あの間に合わないみたいなことも、はい、まあ、すぐ即効性がある形でできると思うんですけどね、うん、それをやってなかったっていうのは、まあ、やっぱ与党の責任が一番重いですけど、はい、野党も積極的にこれは訴えていくべきなんじゃないかなと、与野党ともに増税したかっただけなんですよね今まで、うん、本当に国民から巻き上げることばっかりやってきただけで、予算使い自分たちの権力として予算が欲しくて、うん、で分配するときにみんなに頭下げてもらいたいっていう形だったわけで、うん、野党だって今まで一回も言ってきてないんですよ、減税しろ減税しろっていう、はい、減税勢力ってのはないわけなかったわけですよそもそも与党にも野党にも本気のあれ結集してませんでしたっけ、いやもう減税勢力改憲派ですから100人ぐらい、はい、だから本当に、やるんだって、ここまで言ってやらなかったら逆に景気悪くなると僕は思いますよ、うん、みんな期待ちょっとしちゃったと思うんですよ、さすがにここまで言ってしまったらね、だってもうほぼどの党も言ってますからね、そうこの言及に対して、だからさすがにこれ選挙で減税をしますって言って解散するぐらいの、うんうん、やって絶対やるということにしてほしいなと僕は思いますけど、うん、はい、そうですね、まあ、社会主義国家っていうのは、うん、もう税金が多くて官僚が多くて、うん、それを分配する人たちの力が強いっていうのは、うん、もうこれ絶対イノベーションできないんですよ、はい、もう日本みたいな国はこれイノベーションが全然、まあ、お上が決めなきゃ、まあ、ウーバーとかだって入ってきてないわけじゃないですか、そうっすね、もうこんな状態だと本当にイノベーションが全然できないんで、ようやく議論にはなってきましたけど、はい、そうです、言うて多分あと2年はかかりますよ、やるにしろ7年ウーバーとかできて7年ぐらいじゃないですか、いやそうですね、2010年代の半ばぐらいには結構広まってたんじゃないかなと思いますけど、ね、だからもう神奈川とかでももう全然ない地域とかあるんですよ、うん、熱海とかあっちの方とかも全然もう足がないっていう、いやというかこの前僕東京駅、うん、そろそろオフ会の時に、はいはい、東京駅で降り立ったんですよ、うん、で八重洲の方から出て、はい、タクシーの乗り場見たら、はい、とんでもなく並んでましたよ、そうでしょ、うん、そうです、横浜駅とかなんじゃこりゃってぐらい
あの時間帯によってはダーって並んでて、うん、もうあの人がね、びっくりしましたね、乗るまでに30分かかるとか、うん、全然あるんですよね、はい、そう、あとそのタイミングであの希望通りのタクシー来ると限らないじゃないですか。そうです。例えばその東京駅で荷物結構持ってる家族連れの外国人とかいるじゃないですか、はいはいはい、そういう人だと、うん、あの1台のタクシー乗れないっていう、はい、だけどそのウーバーとかで、うん、例えばそのちょっと大きめの、あ、選べますからね、ウーバーとか選べたりするので、はい、それだったらまあ1台で行けるってことも考えられるので、はい、なんかそういう制度をちゃんと作っていくべきじゃないかな、はい、そうなんですよね。もう都内だとまあ大体豪華ね、うん、あのあれはあるんですけど、はい、個人タクシーが結構もうあの支払いが GO と S ライドが入ってないんで、うん、僕最近個人タクシーは外してるんですよ。あ、わあ、個人タクシー当たっちゃったよと、うん、で支払いがめんどくさいなっていうか、クレカも使えなかったり、そうそうそう、うん、ね、クレカが、クレカっていうかあのね、だいたい、あ、そうか、財布自体を出さなくていいのか、財布に出したくないん で、うん、で結局 GO のアプリがないんだったら、うん、まあピッてあのスマートフォンでもう決済したいなって思ってるんですけど、うん、はい、それが全部なかったりしてて、うん、なんだこれとそう、ね、いや、お前プロとしてやってんのに、はい、うん、それぐらいの設備投資しろよと。でそうかと思ったら、うん、なんかあのオービスとかのピコピコになって、はい、あの取締り強化地域ですとかっていうのはつけてたりして、はい、お前設備投資間違えてるようるせえんだよ、そうそうそう、取締り強化地域です、そういうのありますね、ピコピコピコとか言ってあのオービスに注意ですとかってそんな飛ばしてるのか、そうそう、そんなんやるんだったらほんまちゃんと決済早くできるようにしろよって、大事なものを設備投資しろよって。いや、そう、やっぱ支払い大事ですからね、はい、いや宇都宮のタクシーなんて、うん、やっぱまだ全然進んでないんですよ、はい、いやクレジットカードとかスイカとか使えるのもあるんですけど、うん、はい、やっぱ使えないやつもあって、はい、たまにやっぱそういうのに当たっちゃうと困りますよね、はい、そうです、現金使いたくないのに、はい、ポイントたまんないから、そう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 、本当にだから現金なんかその小銭をこうじゃらじゃら持っていたくないので、はい、まあやっぱどんどん普及させていくべきなんですけど、はい、まあ、ライドシェア含めて、そうですね、なかなかせめてスイカで決済できるようにしてほしいですね、うん、もうせめてスイカで、そうですね、スイカ、まあ、あれだったら簡単ですからね、そう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 、タッチするだけなので、はい、いいんですけど、うん、まあちょっと今後ね、はい、それはしっかりとやっていくべきなんで、はい、そうですね、ということですね、はい、枝野幸男さん、和也君こんばんは、枝野です、和田君、あ、和也君か、ルナシーライブは熱く語るのに前来賛成した乃木坂ライブを語らないのはなぜなのかな、いやいやいや、ところで泉君が減税否定したねと、チャンスだよ、これで泉君は支持率が下がり、私が党を把握するよと。オフ会で首相と熱く語った通り、真の社会主義はあらゆる増税を遂行していくべきだね。それはまあ嘘じゃないですよね、増税していくっていうのは、はい、その立憲とか、はい、なんか大きい政府を目指している本来ははずなので、はい、まあ、増税をどんどんして我々が社会を作っていくんだっていう、はい、まあ、そういうタイプなんじゃないですか、ね、枝野さんと岸田首相はオフ会に来てたんですかね、うん、いや多分来てないと思いますね、そうですね、はい。